皆さんこんにちは、ワンダルブルビーチです。今回はスーパーファミコンの紺碧の艦隊続きをプレイしていきたいと思います。前回はツラギで敵の輸送船団を撃滅することに成功しています。今回はその続きです。まずは余剰予算の運用から行っていきましょう。新兵器すでに開発できるものはありませんので、今回も経済投資に全力注いでいきましょう。まずは中小企業への支援、これ1億円突っ込みます。続いて米国の報道に対するアピール、これを行って米軍の兵器開発速度を遅らせます。8000万ほど投入しましょう。残りは2000万ずつハワイの基地整備、東南アジア経済圏整備、そしてオーストラリアへの援助、これにお金を使います。次のステージに進みましょう。トレス海峡を封鎖せよ。作戦の指令を発表する。すでに第8艦隊による陽動で米軍機動艦隊をアラフラ海へ誘い出すことに成功している。紺碧艦隊はトレース海峡にて敵機動艦隊を殲滅、トレース海峡を封鎖せよ。ここでいう敵機動艦隊というのはフレッチャーの艦隊のことですね。戦略拠点については重要な拠点はないという報告になっています。特筆すべきはヨーク半島の東岸からトレース海峡までの大保障である。大保障を有効に活用し敵艦隊を海峡にて殲滅、通行不能にしてもらいたいということになっています。続いて新兵器の報告ですが、新しく開発したものはありませんので報告は特にないというふうに思います。アメリカ軍の方の新兵器も特に報告が入っていません。ではマップの方から確認していきましょう。こちらが紺碧艦隊ですね。マップを見ておくと、ここにもう1ユニット潜水艦ユニットがいますね。こちらから確認します。第12潜水隊、こちらは通常の潜水艦ですね、魚雷と乾燥砲を持ってます。続いて紺碧艦隊の方を見ておきましょう。 E600 と E700、 艦載機は特に積んでいないという状態です。こっちは E500 型ですね。こちらも艦載機は特にありません。おとり魚雷と音響感知魚雷、これをうまく使って敵の艦隊を殲滅していくという作戦になりそうです。敵の編成ですが、まずはレキシントン級サラトガ、艦載機積んでますが、今雨が降ってるので、特にこの艦載機を注意する必要はないのかなと思います。続いてワスプとラングレーですね。こちらも艦載機積んでますが、特に気にする必要はないでしょう。前衛には戦艦ノースカロライナ。そして、空母を守るように輪形陣を組んでいるというのがアメリカ軍の艦隊になっています。爆雷積んでる形順。このあたりや、同じく爆雷を積んでいる駆逐艦。ここには注意が必要ですね。特に駆逐艦はね、潜水艦ハンターだと思うので、しっかり警戒をしておきたいというふうに思います。では、敵の機動部隊を殲滅するための戦い始めていきましょう。まずはしっかり潜水して、
アメリカ軍の機動部隊が迫ってくるので備えたいと思います。では、時間を進めます。おとり魚雷発射しておきます。敵が、こちらのおとり魚雷に、うまく引っかかってくれれば、そこで敵を殲滅していきたいと思います。早速、おとり魚雷に引っかかってくれましたね。このおとり魚雷3ターンの間敵の駆逐艦を引きつけてくれるというものなので、まあ、敵が引きつけられているこの間に一気に両軍戦術で敵艦隊を殲滅してしまいましょう。まあ、まずはそうだな、ここで一気にフレッチャー艦隊の第4戦隊と第7戦隊これを殲滅しましょう。まず、第4戦隊ですが、従順。ご覧のような編成です。そして、第7戦隊が、まあ、警戒している、駆逐艦ですね。シムス級の駆逐艦。これを、まずは、壊滅させましょう。魚雷。音響感知魚雷で、殲滅します。これ、隣接している敵部隊も一緒に葬ってくれる。すごく強力な、戦術なので3つの戦隊一気に壊滅させることができましたね。ではこれで残りの6つの戦隊ですね、攻撃して回ります。魚雷に食いついてくれてるこの間に敵を殲滅したいので、どこを狙うかはまあポイント難しいですが、ここだと第6戦隊狙って一気に敵を殲滅するのがいいのかな。そうすると戦艦ノースカロライナ、これも撃沈できて、まあ警戒している水雷戦隊リパモア級の第6戦隊も撃破できますね。では再び魚雷をお見舞いします。気持ちいいほどに敵を壊滅させることができましたね。あと残っているのは空母と、まあ、もう一つね、水雷戦隊、それに輸送船がいるので、これを攻撃していきます。これで G7 は3ターンという敵を引きつけておける。ターン数を消化したことになりますので、このターンで完全に敵を葬っておきましょう。これで音響感知魚雷は全弾撃ち尽くしましたので、残っているのは通常の魚雷ですね。これを使って残っているワスプとラングレー、この2つの母艦を撃沈していきたいと思います。では攻撃に入りましょう。魚雷を放ちます。撃ち漏らしたら第2戦隊を使いたいところですが、無事に撃沈できました。今回も完全に無傷ですね。戦果ですが、空母
サラトガワスプを含む戦艦を含め、すべて撃沈してます。はい。では今回少し短いですが、トレス海峡の封鎖戦、完了しましたので、ここまでにさせていただきたいと思います。次回はまたこの続きをプレイしたいと思いますので、引き続き皆様よろしくお願いいたします。